公示もなく、実破も問題だろう。そこには相応の賠償責任さえ発生する。カウンター、その数値は目安に過ぎません。実際は運営側の任意です。あるいはその支払いも。犯罪である。それを否定し得るほどには理由は薄くなりつつある。自分の作品、それへの評価。面白くない、それへの反発。今も、低い数値の中の返答は、よどむ。支援に過ぎないものに、世界全域が汚染され、そして重篤な経済危機と損失を招く。役立たずのゴミ野郎。成果を出せない創作者へ。あるいは総じて無垢馬頭だ。とはいえ、理由にはならない。王の権威、以外はあるいは条件は一緒だったわけで。その中で成果が出せるか出せないか？は、単に技術。10年以上前に、すでにか、打開、はある。後に残っているのは、単なる歪んだプライドだ。と言うべきだろうか。